はい、はじめまして、山瀬選手、大久保さん、小平と申します。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、本日はですね、俺のこだわりスパイクという企画でして、プロのサッカー選手にこうスパイクのこだわりとか、今回はちょっと山瀬選手 の本の出版記念ということで、こう山瀬選手のキャリアとともに、あの時ってあれが良かったみたいな話もこう、はい、だなと思います。はい、お願いします。お願いします。まずは北海道ご出身というところでして、小学生の頃は 3S 札幌っていうクラブチームで、こちらよろしいですか？そうですね、はい。当時サッカーを始められたきっかけとかって何かあったんですか？もう物心ついた時にはサッカーやってたので、きっかけに関してはちょっとわからないんですけど、まあ、そのだいぶ幼少期から例えば水泳だとか体操教室だとかっていう、まあ、スポーツ系の習い事はやってたんですね。で、その中で、まあ、父親が大学の頃とかまでサッカーをやってたっていう話はちらっと聞いたことがあるので、もしかしたらそれの影響もあったかもしれないですけど、そのチームを選んだっていうのも、なんかたまたま街中をスクールバスが走ってたらしくて、クラブチームので、それを見た母親が、まあ、そこにとりあえず連絡をしてっていう形みたいです。そこから中学生時代はブラジル留学されたっていうふうにちょっと、はい、ウィキペディアの方で見たんですけど、もう3年間ずっとブラジルに行かれたって感じですか？厳密には2年半ですね。中3の夏に帰ってきたので2年半ほどブラジルに留学してました。当時はスパイクとかどうされてたんですか、ブラジルで？適当に5、6足だったと思いますけど、うん、もう買ってで、はい、持ってって感じです。それこそ天然木っていうんですか、川ってカンガルーだとか人工皮だとか、そういうのの違いも知らなかったくらいなので、現地に行ってそこで初めて知りましたね。当然ですけど、大事に扱うじゃないですか。なのですごくやっぱ毎日磨いたりとかしてるんですよ。磨くと、まあ、当然ですけど綺麗になって、でなおかつ天然のものカンガルーのやつだったらすごくこう柔らかくなって、柔らかさがいいんだよみたいな感じですごい言われたりだとかして、それがなんかかっこよくて憧れたのはすごく覚えてます。そこから高校では北海高校、はい、はい、北海高校です。高校時代とかでなんかスパイクに関するエピソードとかで何かあったりしますか？なんか最初はナイキの、エアズームってですね、まあ、そのエアマックスがそもそも流行った時期で、はい、そのエアが入ってるっていうのはもう画期的というか、なんかそれだけでかっこいいみたいなのがあったじゃないですか。で、それの、まあ、スパイクバージョンみたいなのがあって、ただただその、まあ、ブームに乗ったっていうのもありますよね。だから、割とナイキのそのエアズーム系が流行ってた気はします。僕も履いてましたね、割と。でも最終的にはパラメヒコを履いてたんじゃないかな。なんでそっちに行ったかわかんないですけど、高3の時とかパラメヒコ履いてた気がします。ちょっと記憶は定かではないですけど、印象に残ってるのはその2つですね。で、そこから高3の時にあれですもんね、特別指定選手で札幌さんに絡みつつ、で2000年から高3で札幌に入団っていう形になりますけども、はい、当時もう加入初年度からアディダスと契約っていう感じだったんですか？加入初年度はコンサドーレがアディダスだったんですよ。なのでアディダスのスパイクを履き始めた。プロになってからもうすぐアディダスです。で、ですね、一応僕の方でも山選手のキャリアとともに当時の写真とかをいろいろちょっと見返させて、はい、当時の着用スパイクの写真とかもちょっと今回ちょっと持ってきたので、なんか当時そのスパイクで思い出すこととかもしあれば、はい、話してみたいなと思うんですけどね、はい、これが2001年の時のパティーク黒と銀のやつなんですけど、これとかはなんか印象は残ってたりしますか？当時まだスパイク黒がほぼほぼメイン主流というか、はい、逆に黒しかないような時代で、でも世界的な例えばの一部の人はちょっと色が違う、なんか白だとか履いたりとかしてた時で、多分2001年だからワールドユースの時とかだったとも思うんですけど、黒だと他の人と同じだから嫌だなっていうのがあって、だから紐を変えちゃおうと思って、実際にはシルバーっていうか、まあ、ネズミ色っぽいみたいな感じの紐にはなったんですけど、それをメーカーの人にもちょっと送ってもらって、紐変えて履いたりとかしてた覚えではありますね。
まあ、最近でこそもうシューレース変えるとかめちゃくちゃもう当たり前になってるんですけど、まあ、先駆けというか、はい、感じですよね。いやいや、そんな立派なもんじゃないですけど。でですね、その2001年のちょっと途中ぐらいからこちらのまたパッティックとちょっとコンセプトは似てるんですけど、若武者っていうちょっとこうパティークとはちょっと違うというか、まあ同じ系統ではあるんですけど、なんかこう、日本系のアディダスが出たんですけど、はいはい、それもちょっと履いてる写真見つけまして、お、若武者懐かしいっていう感じで一人で勝手にテンション上がったんですけど、これとかはあんまり印象は残ってないですかね。紐なんかとりあえず長かったイメージあるんですよね、すごく。そうですね、それで言いますと2002年から履き始めるこのプレデターマニアの時は長かったですね。これはこの後に履くプレデターの白もこの後ろにこの紐回して、はい、スタッドのところに、はい、だからなんか紐をとりあえず持て余してたんで、それを真下に巻くか今みたいにかかとの方に巻くかとか、はい、そういうの思い出は、あとそれプレデターだったら終端のところがちょっと長めじゃないですか、はい、それなんかその終端の先っぽにゴムバンドみたいなのがついて、はい、で足の下に回せるようになったりとかっていうのもありましたよね。そこから2004年あたりぐらいはプレデターマニアの次のモデルであるプレデターパルスっていうモデルなんですけど、このあたりから、このあたりの時は結構プレデターが気に入ってたっていう感じなんですかね、山本選手的に。当時は やっぱりあれじゃないですかね、多分ベッカムの件があったから、プレデターを履きたいっていうのは、まあ、プレデターをっていうか白いのを履きたいっていうのがあったんですかね、多分。そこからですね、2006年から F50 のチューニットっていうちょっとこうスパイク、これもちょうどこの新しいモデルが出たので履いてみませんかみたいな打診もあったっていうところですか、これで。うん、まあそれもあったと思いますし、あとはそのポイントの形とかもあったと思いますね。それまでのまあ流行りであったブレード型から多分そのブレードのまあ良さっていうものを残しつつ、 F シリーズは少しこう機能と体への負担とっていうところをよりバランス取れて、それでいてパフォーマンスを発揮するっていうところをに向けたポイントの形っていうのを試行錯誤してた中で、少しずつそういう風な形に変わってきたと思うんですけど、まあ、その中で それの形であればちょっと試してみてもいいかなっていう思いもあったので、まあ、試させてもらって、そしたら良かったんですよね、多分感触としては。なのでそこからはそれのシリーズを履くのは長かったと思います。でそこから F がちょっと2010年ぐらいのタイミングで、あのなんか超軽量なパターンにちょっと進化したタイミングがありまして、はい、そこからもずっと F50 I0 を履かれてたんですけど、なんか当時印象に残ってるモデルとかってあったりしますか？軽さはすごく重要視してたの で軽さとあとはまあフィット感ですよね。僕は基本的にスパイクを割とタイトめに履きたがな方なの でそれを結構意識して調整したりとかしている中で、やっぱり人工皮のものは軽いし形が崩れないっていう良さはあるとは思うんですけど、でも天然皮の方が履き慣らしていきたいっていうところに関してはやりやすかったので、どちらかというと感触が良かったのは天然の革を使ったものだったかなっていう気はします。ただなんかどれだったかな、なんかグラデーション柄みたいな感じのやつの F のシリーズってどっかの年代であったと思うんですけど、あ、それですね、はい、それです、はい、それはなんかすごい感触良かったですね。軽さも良かったし、人工ですよね多分それ。そうですね、これはい、なんですけど、でも割と足なじみも良くて、いやこの話題が出てくる、すごいですね、出てきますね僕としては今激アツポイントでございました、すいませんテンション上がっちゃいましたでそこからですね、まあ2015、16、そして福岡時代とかはこちらの X を埋用されてたなって、はい、そうですね、はい、黄色と黒とあとオレンジと黒もオレンジとかもありましたね、はい、履かれてたなっていう印象あったんですけども、X
とかはどうでしたか、印象。あ、 X もすごく好きでしたね。福岡行った時もそれ多分オレンジ履いてんの本当だったらモデルチェンジしてる時期だったと思うんですけど、すごい気に入ってたんで、はい、何度か在庫を探してもらって履かせてもらってましたね。でもいよいよ在庫がなくなってきて18年になってくると、あのそのくらいの時期からちょうど X もそうだし、プレデターとかも一体型っていうんですかね、ああいう、はい、スパイクにちょっとシフトチェンジしてくる時代になってて、どうしてもこう締め付けがきついっていうんですかね、ちょっとなかなか合わせられなかったんで、 X のその古いモデルを何とか探して履いたりとかはしてたんだと思うんですね。確かにこの X は従来通りの終端があるタイプでしたもんね。はい、はい、そうですそうです。で2020年の途中あたりからこのコパに移られたっていう、はい、ですね、それは X のモデルチェンジでゴーストっていうのが出たと思うんですけど、あれめちゃくちゃ軽くていいスパイクなんですけど、ただその分ずっと僕が言ってた足なじみというか、その柔らかさっていうことに関して言うと若干硬いというか、まあそれだけしっかりしてるってことではあるんですけど、そこの部分で少し合わなかったっていうのもあって、プレデターもメネシスもやっぱり一体型のスパイクだったんですね。でコパだけ、まあ、一応一体型ではあるんですけど、ベルトっていうかベルトじゃないか、つながっては、はい、いるんですけど、そこをどうしたもんかなと、切っちゃえばいいやと思って切ろうと思ってで2021シーズンからコパセンスっていうモデル、ね、はい、そうですね、はい、これになるとまた従来通りのベロのところになってくる、ね、はい、これはしっくりするっていうところですか、はい、現状は、うん、軽さとかも当然軽いに越したことはないですし、それはそれでやっぱりいいですけど、まあ、この年になるとフィーリングの方がどっちかというと大事かなっていう、ボールタッチもそうだし、靴を履いた状態での足のフィーリングだとか、なので一つ前のコパからそうなんです、コパもそうだったんですけど、天然皮なんでやっぱ足なじみはいいですよね。なのでそういう部分もあって、軽さよりもそういう足なじみだとかフィーリングっていうものを重視して、まあ、スパイクそういう選択にはなってるかなとは思います。ではですね、こう自分的にあれ一番良かったなっていうナンバーワンスパイクがありましたら教えていただけますと、はい、さっき一回出たそのピンクとかのピンクと青の、はい、X のやつだったじゃないですか、まあ、あれはやっぱりパッとは浮かびますね、あれは。ただ一番自分がキャリアの中で点取れたりだとか、まあ、言ったらその活躍してた時期っていうのが2007年だったので、その時のスパイクっていうのも結構捨てがたいかなっていう感じはします。これですよ、僕も山瀬選手といえばやっぱこの F が思い浮かびますけど、はい、代表とかでもご活躍されてて、当時見てたのでこの F はすごい印象深いですよね。そうですね、ありがとうございます。というわけでございまして、今回はちょっとスパイクとともに山瀬選手のサッカーキャリアを振り返っていただきたいんですけども、はい、山瀬選手が出版された本の中では大怪我との何ですか接し方とか、いろいろサッカーキャリアの中での辛かったところの乗り越え方とかいろいろ入っているということなんで、はい、視聴者の方はぜひ山瀬選手の本もチェックしていただければなと思います。はいはい、概要欄の方にも Amazon リンクですかね、はい、多分貼っておきます、ね、はい、すみません、ありがとうございます。読んでいただけたらありがたいなと思います。今日は楽しいひとときでございました。すみません、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。